こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、スペシャルゲスト、鈴木学さんにお越しいただいてます。ありがとうございます。お願いはしい。まよろす。しくお願いいたします。鈴木です。簡単に自己紹介をお願いあ、しわまかりす。ました。まあ、とにかく日本、海外、もう本当に世界中不動産大好きで、自分でもたくさん買ってたり、それとかもう本当に世界50カ国ぐらいも不動産、見に行ったりしておりましてですね。はい、もうこの趣味が高じて、それを本業にしている人間でございます。ありがとうございます。YouTube チャンネルやられてますよやっね。ております。なんていう YouTube チャンネルですか？ですね、私、国際不動産エージェントという会社をやっていて、もう6年目の会社になるんですけど、そこの国際不動産エージェントの、YouTube チャンネルですね。すごいチャンネル登録者も非常に多くて。もう渡辺先生ほどではないんですが。うちよりも多いんで、もうぜひですね、ちょっと概要欄にも貼っておきますので、ぜひですね、チャンネル登録、していただければと思っております。今日ですね、やっぱりこう、鈴木さんといえば、海外不動産、どうなんだと、そうでいうすところで、ちね。ょっとお聞きしたいんですけど、おすすめの海外投資先、どこなんですかと。もうズバリ、ズバリ。オーストラリアのメルボルンが今おすすめです。めっちゃピンポイントじゃないですか。めちゃくちゃピンポイントなんめっですちゃけピンポイント。ど、なんかあるんですか？そのまメルずボでルすンに。ね、オーストラリアが素晴らしい。その中で今のタイミングならメルボルンが素晴らしいっていう、このいうタイミン話グもに。あるってことですね。まあそうなんですね。ただオーストラリアはですね、今全国平均の空室率が1%を切っております。賃貸住宅。1%切ってんですすごか？いですすよごね。いっす日ね。本13%と13ぐからいとかですかじゃなね。いですか。あそこは過去40年間、ほぼ賃貸空室率平均2%ぐらいでずっと来てまして。40年間ですか？そうです。1980年代からです。すごいっすほね。ぼ空室対策という言葉が存在しないぐ存ら在い、しないですよね、それは。もう賃貸住宅出たら誰かが住んでくれる。そういう状況なんそでれす。は、人口が増えてるってことなんまあです人か？口は増えてますね。で人口増えているのと、増えた人口は絶対に都市に行きます。大都市。で、オーストラリアって国土面積広いんですが、結構皆さん仕事がある大都市っていうのが5つか6つぐらいしかないわけですよ。で、シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース、アデレードぐらい以上みたいな感じなんですよね。結局その6都市、7都市のうちのどこかに行くので、それぞれの都市圏は慢性的な住宅不足。で、まあ移民がですね、あの国2500万人ぐらいの人口なんですが、移民純増がだいたい年間25万人ぐらいになって、その1%は移民入ってくる人と出ていく人の差分がそれなので、1%ずつ必ず人口が毎年増えているような状な況るなんほですど。ね。その中でもやっぱりメルボルンっていうようなとそうこでなんですすね。ね。メルボルンもシドニーも、もう全国的に賃貸空室率はすごく低くて、もう歴史上始まって以来1%切ってる状況なので、どこで買っても賃貸経営に苦労することはもうないと断言できるぐらいなんですけれども、ただですね、賃貸経営がいいと言っても割高なものを買ってもしょうがないじゃそうないなでんですすかよ。やっぱね。り高いんじゃないですか。もうその大都市で、ね、しかも空室がないようなそうでとすころでね。買おうとすると、そうなんです。もう高いんでしょうと。高いんですね。で、オーストラリアでもいろいろ、まあ、主要都市5つか6つぐらいなんですが、それぞれのタイミングというか、それぞれの時点で今割安な都市というのが変わっていきます。例えば、2年前、3年前ぐらい、コロナの時、ブリスベンが安かったです。割安でした。ただですね、2021年にブリスベン夏季オリンピック決まったわけです。2032年の。それ以来、わーっと上がりました。なるほど。今、ブリスベンゴールドコーストは、いい物件いっぱいあるんですけど、都市圏としてはちょっと高いかなと。で、逆にブリスベンゴールドコースト上がっちゃったから、
メルボルンが割安だなみたいなですね、そういう今状況になってて、なるほど。でそれはいろいろちょっとメルボルンがこれまでの経緯があるんですが、メルボルンはコロナの時に一番オーストラリアの中でロックダウンが厳しかった都市なんですね。はい、はい。ほとんど人々が外に出れないみたいな期間が長かったんですね。でもうさすがにコロナ終わってますけど、はい、ようやくコロナから回復だって言ったら、まあ、皆さんもご存知のように去年3月からアメリカが金利を上げ始めましたと。で、結構アメリカが上げると追随して金利上げなくちゃならない国って世界中に多いんですけど、うん、オーストラリアもそうなので、うん、金利が今まで1年半ぐらい経ちましたけど、うん、4% ぐらいも当時より上がってしまいました。 4% ですか。なので例えばもう渡辺先生のシミュレーションやったらびっくりするぐらい、もともとローン金利 3.5% ぐらいで借りられてたのが、うん、7.5% ぐらいになってるみたいです、うん。今そういう状況で、なるほど、ローンで買える人が減りますよねと。確かにそうですね、はいはい。そうするとメルボルンにとってはあんまりこれまでいい思いしてきてなかった、でこれからっていう時にローン金利上がっちゃって、うん、未だに値段が上がってないんです、ね。ああ、なるほど。買える人が少なくなっちゃった。ただし人口は爆増しているんです。ああ、そうそうそう。1年間に10万人ずつ増える。今520万人かな、都市圏30万人、うん、シドニーを抜いて全国1位になったぐらい人口集まっているんですけど、市況は良くない、うん、だから結構いい立地の物件が、うん、まだ安いじゃんみたいな、まあ、値段で買えるということなんですね。でもそれなかなか融資って言っても難しいので、やっぱり現金で買うしかないんですかね。ですね、もともとですね、はい、現金で買うか、あるいはオーストラリア現地の銀行から融資を引くっていうのを当社お勧めしていました。もともとはオーストラリア人が 3.5% ぐらいで借りられてた、はい、日本人でも、要するに日本に住んでる方でもプラス 1% の 4.5% ぐらいでオーストラリアドルで融資受けられてたんですね、うんうんうん、だけど今は 8% とかになっちゃうので、うんうんうん、オーストラリアで融資を引くことは一般にはお勧めしてないんですね、うんうん、でもその代わり、はい、日本に住んでるものの特権として、はい、今先進国で日本だけじゃないです、金利が安い国。そうですね、こんな低金利なのは、はい、で、うん、日本の金融機関が、オーストラリア不動産買う目的で円で貸してくれます、うん、あ、貸してくれるんですか。はい、しかも金利が 2% です、はい、本当ですか。はい、でそれはなぜ貸すかというと、はい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 、日本で、もう物件持っていらっしゃって、はいはい、でそれの担保を取って貸すので、うんうんうん、まあ本当に担保を持っていらっしゃる方がまあ前提なんですけれども、まあ例えばですね、都内でアパート、はい、マンション持ってて、うんうん、結構返済が進んでるようなものを持ってらっしゃる方は、うんうん、もうそれは空き担保で何千万とかなると思いますので、だいたい担保、空き担保価値の8割ぐらいを円で貸してくれるので、うんうん、一応うちのお客さんの多くはもう日本で、はい、融資を引いて買ってます。それはもう限られた銀行さんですか、それとも割と多くの銀行さんがそんな感じで貸してくれますか。そうですね、一番多いのが東京スター銀行ですね、はい、東京スターさん、はい、はいはいはい、あとは、政策金融公庫、はい、公庫さんですね、はいはい、オリックス銀行、楽天銀行とか、SMBC 信託銀行とかですね、はい、その辺なんです。あ、意外に貸してくれるんですね、はい、貸してくれるんです。結構皆さん知ってらっしゃる銀行が貸してくれる。なるほど、はい。でもそんな情報全然知らなかったですけど。そうなんですよね、だからもうぜひ渡辺先生の YouTube サイトで広めてほしいんですよね、いいんですかこれ、いいんですか、もう広めちゃって大丈夫ですか。ガンガン広めてください。だって皆さん、はい、知ってた方が、はい、チャンスが大きくなるじゃないですか。そうですよね、そうですよ。なかなかやっぱり日本の不動産もなかなかちょっと買いにくくなって、逆にちょっと夢ありますよ ね、 そうですね。メルボルンでこれから人口も増えるっていうところですごく夢あるなと思って。本当にそうですね、はい、でもし買いたいなっていう方がいらっしゃったら、
鈴木さんに連絡すれば、はい、その辺のなんかアテンドみたいなアテンドは、はい、あの現地パートナーの会社があるので、はいはいはい、その方に頼んでやってもらうと、はい、まあ、私が毎回毎回オーストラリアまで飛んでいくわけではないですが、はい、あの物件も紹介したりとか物件の紹介とかオンラインセミナーとか、はいはい、個別面談みたいなのを私の方でやっております。本当ですか、はいはい、ぜひですね、はい、ちょっと今日あの、ね、動画見てちょっと興味あるなと、はい、思ったりとか、あの他もあのおすすめの地域とかあるわけですもんね。いっぱいありますよ。いっぱいあるんですもんね、はい、そうですね、本当に詳しいお方なので、はい、ぜひですねお問い合わせいただければというふうに思っております。はい、はい、ということで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。